カルレス・アレニア・カスティージョは、スペイン・マタロー出身のサッカー選手。ポジションは MF。リーガー・エスパニョーラ・ヘタフェ CF 所属。2005年に、FC ・バルセロナのスクールに入団すると、2015年に、FC ・バルセロナ B に昇格し、8月29日、ダビド・バブンスキとの交代中出場で、西軍ダ・リビシオン B デビューを果たした。11月24日、 UEFA ユースリーグ2015から16の AS ローマ戦で初得点を記録した。2016年11月30日のコパデルレーエルクレス CF 戦でトップチームデビュー及び初得点を記録。2018から19シーズンには正式にトップチーム入り。2018年12月2日、第14節のビジャレアル CF 戦でリーグ初得点を記録。 2019年4月24日、第34節のデポルティーボ・アラベス戦では連覇の大手を決めるゴールを決めた。しかし、2019から20シーズンは、フレンキーでングの加入などにより、出場機会が激減。2019年12月27日に、レアルベティスにシーズン終了までのローン移籍が決定した。 2020から21シーズンもロナルド・クーマンの構想外となり、2021年1月6日にヘタフェ CF にシーズン終了までのローン遺跡に合意、7月9日にはヘタフェへの完全遺跡が発表された。スペイン代表として各年代でプレーしている。ありがとうございます。